乾杯。トークソングは毎日放送制作の火曜番組。1989年7月6日から2000年12月21日まで554回にわたって放送された。MBS が加盟する TBS 系列の一部のボネでも遅れ、ネット形式で放送した時期があったほか、2018年1月7日から4月1日までは、 BS1 にトゥエルビで毎週日曜日の21時21時55分に再放送を実施していた。12年5ヶ月間にわたって放送された深夜の歌謡番組で演歌歌手がカラオケのある寿司屋にぶらりと立ち寄って酒を組み交わすという設定で行われていた。プロの歌手に別の歌手の歌を歌わせていたのが特徴で放送第1回目では村田秀夫が 南春尾の歌を歌った。また、1997年10月以降しばらく、続いた85分番組時代にはオーディションを勝ち抜いた一般参加者たちが持ち歌を披露する歌いたがり屋さんのコーナーを設けていた。このコーナーの出場者は、歌い終えた後に作詞家や作曲家などのゲスト勢から歌の批評を受けていた。司会進行は野村啓司。 初代ママは西川美音子、二代目ママは中村光子が務めた。この番組は全番組、春町、朝丸のおこしやす、から引き続き、白鶴酒造の提供で放送された。そのため、収録ステージには聖酒、白鶴の酒樽がセットで置かれていた。番組収録は、長年大阪府水田市の千里都級放送センターで行われていたが、末期においては、 大阪市北区茶屋町の本社スタジオで行われていた。番組は2000年12月21日放送分をもって終了したが、2004年と2007年には近畿地方で番組タイトルを冠したステージイベントを実施、いずれも特別番組として放送された。なお、中村がママを務めた1993年の放送分については、2018年1月9日から、 同年4月1日まで BS1 日12で毎週日曜日に再放送を実施した。ありがとうございます。